はい、ここからですねシールを貼っていくんですけども、多分ねすごい難易度は高いと思われます。ね、これがシールなんですけど、これやっぱりデザインナイフで切り出さないとダメなので、まあ、難易度高めだと。あと細かいんですよね、すごく。あとちょっとね頑張ってせっかくね動画撮ってるので、まあ、細かいのもやってみたいと思います。まずはこれむずいぞ。まずちょっと大まかに、よし、刃を取り替えました。ちょっとねいきますよ、本気です、本気。おう、すげえ切れるぞ。よし、釣ってる？これはむずいぞ。見える？切れました。よし、台紙がね残ってるんですけど、シールの部分を切り取ってるんでこれで大丈夫です。これやっぱねしっかりと、あのこれは刃がね切れないとね。よし、とんでもねえことが起きた。ダメだよ。最悪なことが起きた。最悪なことが起きた。はあ、やっとね、シール切り終えました。これから貼っていくんですけど、だいぶね、ちょっと集中しますよ。集中モードです。面白くない動画になると思うんですけど、ちょっとね、行きたいと思います。むずい。むずいぞ、これ。ここのね、金体がむずすぎ。そして裏までねシール届かないんですよ。これどういうこと？もう金体のシール4枚入ったので、まあ、こっち側と裏側貼るってことなんですかね。ちょっとねかなり集中しますよこれ。うん、いやーむずい。はい、やっと出来上がりました。各部をねちょっとね見ていきたいと思います。はい、正面こんな感じです。これねナンバープレート反応苦労したんですよ。あとこのスノープローのところのデゴイチ49パっていうねシール、これもちょっと苦労しました。そしてこの金体もねシールなんですけど、ここちょっと剥がれてくるので、剥がれてきやすいのでちょっと注意が必要ですね。あの塗装とか得意な方は金色の塗料で描いてもねいいかもしれないですね。あと個人的にこのデフレクタのこのボイラーとつなぎ、ここですね、デフとボイラーにこうつながってるね、なんていうかな、支えがあるんですけど、これでは省略されてるのでそこがすごくちょっと気になりますね。次は横側です。横こんな感じですね。かっこいいですね。ここのねナンバープレートとちょっとここぐちゃぐちゃ汚くなっちゃったんですけど、インレタここがねちょっと貼るのがちょっと難しくて、ちょっと白っぽくなっちゃってますけどね。そしてテンダーの後ろも作り分けられていて、ここにナンバーシールだけ貼っています。あとここはね磁石のね、こんな感じのね磁石でひっつく連結器がついています。公式側はこんな感じです。動力逆転器もついてますし、加減弁ハンドルもついてるので本当に N ゲージの縮小版って感じですね。かっこいい。あとツマはこんな感じになってます。カポプラと比べると本当に大きさこんなに違いますね。全然違う。さすがにねここでクオリティが一緒なわけはないですよね。かっこいい。はい、今日はねこのすごいちっちゃいですよね、こうやって見るとね、デゴイチを作ってみました。まだきっとね作ってない客車がここにあるので、あとね実はねまだあるんですよね。これをねちょっとねもう一度作ってみたいと思います。まあこれとね連結させると多分かっこいいと思うので、それもね動画に撮ってアップしたいと思います。それではまた動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。中どうなってるかだけ見ましょうか。もうねデゴイチ見慣れてるのでこれは簡単だと思います。おお、こうなってて、お、車輪がついてて、これまたこんな細かいインレタ、これ貼れるかな。じゃあまた。